近藤さんと森さん。ね、監督時代。はい、どっちがやりやすかったですか?。これ後で返信しますからどっちがやる、そのコーチとしてですよね、当然。あの近藤さんは監督兼ピッチングコーチだったんですよ。ですから私はピッチングコーチ補佐的な。肩書きっていうか、自分でそういう認識してますんで。そういう面では、森さんは一年間だけピッチングコーチという。 あの立場でで接してますのその1年間だけでしたら森さんの方がそれらしい仕事をさせてもらえたっていう2年目はもうブルペン入っちゃいましたんではい近藤さんが全部投手の系統だったりとか決めてしまうってことは基本的にはあの私はブルペン誰々的今作ってますっていう報告をするとお「分かった」 だローテーションなんかもいろいろ考えるんですけどまあやっぱこいつが先だろうとかねでミーティングやってバッテリーミーティングやってるところに行って喋っててこうでこうでじゃあ今日これから3連戦頑張るぞって出てくると監督来て真ん中狙えばいいんだからなってもう一言言われちゃうともう何にも言うことなくなっちゃうわけですよ。 だからそういう面ではねだったらやあなたがやればってずーっと思ってましたけどねもう完結にあの真ん中狙って投げれどっちかにぶれるんだからボールはなんてもうやっぱり自分のそのね現役の時はそこであれだけ速いボールを放った人ですから多分打たれなかったんだと思うんですけどその時代の選手と全然今のね我々がそう教えてる選手たちのスピードが全然違いますから。 そんな言い方したらね、もう試合終わんなくなっちゃいますから。だからやっぱりからん、僕なんかはやっぱり困ったらアウトコースっていうね、そういう育ち方をしたんで、困ったらアウトコースなっていう言い方をしてたんですけども、それで多分聞いてるんでしょうね、壁のあっち側で。真ん中投げればいいんだよっていう、それでも選手はもう監督の言うことを聞くわけですから、立場ないわけですよ。